皆さんこんにちは、ルアです。今回はですね、ジェネのカードが届いたんですよ。フォトカードが届いたんですけど、届いたのが本当に1週間前ぐらいで、1週間ちょっとドタバタしてて、あとライブとかもあって割ので、すごい開ける時間がねなくて、まあ1週間ぐらい経ってしまったんですけどね、今からこのこちらの箱を開けてですね、皆さんと一緒に開封していきたいなと思います。本当にもうね、この1週間すごい大変で、やらないとねいけないことが多くて、で、まあ、あと粘りのライブも行ってて、でそのストーリーにね、ストーリーも上げてなかったんですよ。バリのライブで、バリのライブの Vlog をね撮りたいなって思ってたんですけど、それも撮れてなくて、本当に忙しかったんですよ。ライブの日も忙しくてみたいな感じでドタバタしててですね、あ、何枚買ったっけ、私17枚購入してます。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、これも頼んでる、そうです、手忘れてたな。はい、まずこんな感じで17枚入ってました。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで17枚と、あ、まだあった、17枚と、じゃん、こちらフォトカードアルバムがあります。はい、こんな感じで、フォトカードアルバムはこんな感じでね、アルバムを入れれて、あとすごいね、かわいい、それ用の、それでしかついてこないカードが入ってます。かわいいな、これずっとこれをね開封したかったんですけど、本当にでもね、開ける暇がなくてあの、開ける暇はあったんですけど、動画をね撮りながらちょっと開けようってなるとやっぱ準備とか必要なんで、なかなか開けれなくて、やっと開けれる状態っていうか、まあ、開けれる時間ができたので、1週間箱をそのままに置いといて、こんな感じでやってます。これこんな感じで GLP って書いてて、何枚入るんだっけ、これはですね、30何枚とか入れるんじゃなかったっけ、あ、84枚らしいです。全然30枚入れなかった、84枚入れれるんで、私は今までのやつもこっちにね入れたいなとも思ってます。こんな感じでちょっと開けましょうか。84枚プラス表紙のスリーブで1枚ですね。このアルバムを買った人限定でついてくるカードですね。1200円です、こちら。でもね、収納ケースなんですよこれ、だから欲しいなと思って、そうで、ずっと欲しくて、この収納のものがこんな感じになってて、で、ちょっと待ってくださいね。ここにねカードが入ってるんですよ。 MMB って書いてて、 Make Me Better なんですけど、はい、こんな感じですね。ついてるカードで入れるとこんな感じで結構ぴったり、でもちょっと緩い、わかんないけど、ぴったり入ります。あ、上げてこういう感じで使えますね。はい、かわいい。これはちょっとすべて後で今までのものは入れたいと思います。で、今回28種類なんですけど、アランくんが2枚、あ、でも2枚ずつなのかなこれ、あ、でもアランくん2枚、リュウトくん2枚、ハヤトくん3枚、レオくん2枚、メンさん2枚、ユウタくん3枚、3枚ずつかなこれ、もしかしたら3枚ずつかもしれないです。で、3枚ずつっぽい。で、あとはまあメンバーの各があるんですけど、私は一枚レオくんとリョウタくんの単独のものと、あとなんだっけ、ビビさんの集合が欲しいんですよ。とにかく私、メイクミーベターのリョウタくんとレオくんがねあるやつも欲しいんですけど、集合がとにかく欲しいんでやっていきたいと思います。で、とりあえず上を開けていく作業していきます。はい、では17枚ね、開封じゃないや、開けるのはね終わったのでやっていきます。ちなみに私はメイクミーベターのレオくんの茶髪めちゃめちゃ好きです。では1枚目、ではいきます。1枚目、せーの、じゃん、お、レオくん、え、あ、レオくんです、ごめんなさい、ちょっとカメラ越しだったんで見えづらかった。え、1枚目から地引きってあるびっくりした、嬉しい、めっちゃやった。なんか1枚目に来るといつも通りのなんかリアクションができない、キャーとか、え、リョウくんってなっちゃった。ポストマンかっこいい、見てください、めちゃめちゃかっこよくないですか、え、めっちゃかっこいい、どうしようえ、1枚目からやった、リョウくんやった、1枚目からいいです、いい出だしですね。じゃあ2枚目いきます、せーの、じゃん、あ、めんちゃん、ペインクルキラースマイラー、なんかこれさ持ってるとすごい笑顔になりそう。ちなみに後ろはこんな感じで GLP って書いてて、 Generations Love Post Japan ですね。これね、いつも通りのチェキって感じですね。なんか今までないですよね、2回連続チェキ開封って、チェキ風カード、フォトカード開封ってあんまないですよね。では次、2枚3枚目、せーの、じゃん、
あ、アランくん。あ、これちょっと若干欲しかったやつ。自撮り男。アランくんらしいな。すごいなんか微笑ましい、これ。アランくんって感じしますね、めっちゃ。はい、こんな感じです。よいしょ。こっちに、推しを入れていきます。こっちはちょっと、画面入れていって、集合も、推しの方に入れますね。では、次いきます。せーの、じゃん。あ、ハヤトくん。ナイスカメラ目線。かっこ笑。こんな感じ。え、めっちゃこの時のビジュー良くない？かっこいいな。そう、メイクミーベターめちゃめちゃ好きなんですよ。皆さん、本当に聞いてください。聞いてみてください、ジェネの。聞いてないよって方は、本当に聞いてほしい。次ね、5つ目 ?1,2,3,4。5つ目。いきます、5枚目。せーの、じゃん。メンちゃん。失敗したっていいんだよ。言っちまった。すごい救われる。何この救われるメッセージ。失敗したっていいんだよ。なんか、すごいさ、メンちゃんのカード持ってると、元気になれそう。なんていうの、なんかもう。幸運を訪れそう。何でもいい風に行きそうですよね。ちょっと持っとこうかな。じゃ次。もうね、何枚目かわからないんで、次々行きたいと思います。せーの、じゃん。来た！かわいい！トノかわいい。トノと若がいますね、ここに。トノ若かわいい。あ、レオくん茶髪。で、レオタくんはいつも通りかな？え、レオくんめちゃめちゃかっこいい。かわいいしね。で、こんな感じになります。集合いいけどさ、もうちょっと明るくしてほしかったな、この写真。じゃ、ライトに当てないとどんな感じか見えない。でも集合、嬉しいです。では次、行きたいと思います。せーの、じゃん。成人式。いますよね、なんか、こういう感じの成人式にね。成人式にいますよね、こういう感じ。ちょっとね、ヤンキーチックな。本当にクラスに一人二人はいるみたいな。かっこいいけど。成人式的確すぎません？これ。めちゃめちゃ面白い。次行きたいと思います。ちょっとそろそろ推しさん来てほしい。ルカと来てほしいな、レオくん。あ、でもレオタくんの、運んでるやつもかっこいい。はい、ではちょっと行きますね。せーの、じゃん！あ、これ！ナイス。ナイス、これです。よかった、来てくれて。レオくんじゃない、レオタくんの。ジェネレーションズラブポスト。この運んでるっていうか、なんか箱のね、ところにいるやつ。こんな感じで、わかるかな？うん、かっこいい。かわいい。顔ちっちゃいから帽子がね、大きく見えるのかな？なんか。ではね、次行きたいと思います。せーの、じゃん！かわいい！これ、あれですね、ちょうどこの瞬間を撮ったんですよね。ハートくんなんですけど、多分これはその後落ちますね、確実に。パッパって撮ってるかもしれないけど。かわいい、これ。なんか、ハヤトくんに見えないんだけど。これは面白い。はい、次。落書きの完成度上がってきてません？なんか。落書きのなんだろう、落書き度がすごい上がってきて。次いきますね。せーの、じゃん。あ、ゴチ。メイクミーベターの振り付けのね、途中ですね。リュウトくんやっぱカラーサングラス似合うな。もうカラーサングラスにスーツはリュウトくんって感じ。リュウト君結構出てません？え、コンプはしてないでしょうけど。あと、被りがないですね。では次、え、待って、あと、7枚かな？7枚ですね。7枚、もう頑張ってね。で、10枚回収したんで今。次、いきます。あ、待って、逆ですね。どっちでもいいんですけどね。せーの、じゃん。あ、ちょっと被りないっていうのやめようかな、これから。被っちゃうわ。でも28枚中17枚かって被らないことそんなないか。こんな感じ。はやとくんですね。次いきます。せーの、じゃん。あ、ナイス。これって欲しかった。レオくん。レオくんの I'm Sleepy ですね。めっちゃまぶい。どうしよう。めちゃめちゃかわいい。I'm Sleepy って多分猫ちゃんが言ってるような感じだと思うんですけど、レオくん眠そう。なんか、めっちゃかわいい。こんな感じになります。ニコちゃんとレオくん、これ最初のねところですね。かわいい。いいですね、これ。この感じでいけば。レオくんは、あと、1、2枚かな、レオくん出てないの。え？あれ？レオくん、あと1枚か。え？最初何出たっけ？あ、レオくん、あと1枚だ。最初にこっち出たんで、レオくん、あと1枚ですね。ちょっと出てほしいんですけど。いきます、続いて。せーの、じゃん。
成人式ですね。はい、成人式のりゅうとくんが出てきました。りゅうとくんもあと1枚ですね。りゅうとくんもコンプするなら、はい、あと4枚いきますね。せーの、じゃん、あ、呼んだということで、はい、呼びましたはい、呼びました。アランくん、千鳥男と呼んだがあって、あともう1枚あったの、あ、メイクミーベターって書いてるんですか、アランくんは。なるほど、呼んだっていうことで面白いな、この顔。じゃあ次ね、3枚、あと3枚いきたいと思います。そっか、じゃあリュウくん1枚とリュウタくんがあと2枚なんで、全部欲しいということでいきます。カシャのリュウタくん欲しい。あとさ、集合も欲しいんだよな。ビビの集合欲しい。じゃあ次いきます。せーの、じゃん、ハヤトくん、ナイス、カメラ目線ナイス。これハヤトくんかぶったの。次、あと2枚いきたいと思います。せーの、じゃん。これもかぶった？かぶりましたね。え、なんか、ハヤトくんと多分、リュウトくんがすっごい多い。のかな？これ3枚目？あ、違うわ。2枚ずつかぶりましたね、リュウトくん。じゃあラスト1枚か。ボーカルの GLP も欲しい。なんか欲しいのいっぱいあるのに全然出てくれないな。じゃあ次いきます、ラスト。せーの、じゃん。あ、リュウトくん、コンプです。あ、リュウトくんコンプしましたね。お届け、こんな感じ、お届けと成人式も出たし、5時も出ましたね。はい、ということで今回はちょっとリュウトくんとハヤトくんがねすごい多いと思うんですけど、ユウタくんが1個も出てないのか。うわ、出したかったな。やっぱユウタくんのファンでね、見てくださってる方もいると思うんで、まずね、アランくんの自撮り男と呼んだっていうのと、ハヤトくんのね、これが2枚と、ハヤトくんのこのナイスカメラ目線が2枚と、リュウトくんのお届けとゴチと成人式が2枚と、レンちゃんのやっちまったとスイートツインクルキラースマイラーが1枚になります。はい、でレオくんが2枚ですね。すごい少なかった今回、地引き。はい、レオくんが2枚と、リョウタくんが1枚と、集合がね1枚しか出てないんですよ。との輪がかわいいということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。すごい運がねちょっとなかったかも。すごい他のメンバーさん出てくれるの嬉しいんですけど、推し運がねなかったなって感じです。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。